レグシーサンプラザゴーレルフェスティバル8人タッグマッチ45分一本勝負を行います。 Here we go。 2.19 仙台大会後半が始まります。去年の8月27日東京日本武道館で行われた第1回のオールティアザーの時、ノアの丸藤直道は頸椎の負傷による欠場期間でありました。試合を行うことはできず、ノアを代表して挨拶のためにリングに上がりました。さあ迎えた第2回、もう1回一つになろうぜ。団体の垣根を越え、新日本、全日本、ノア三大団主体により作り上げるオールトゥギャザー 2.19。 さあ第2回のオールトゥギャザー、選手としてリングに立ちました。プロレスリングノア丸藤直道です。東日本大震災復興支援チャリティープロレスオールトゥギャザー、もう一回一つになろうぜ。復興がテーマのチャリティープロレス 2.19 仙台大会第5試合は団体と世代を超えた8人タッグです。まず赤コーナー、先に入場した丸藤直道、タッグパートナーの赤コーナーの入場を待ちます。何かこの四角いリングが丸く見えてきそうであります。第64代横綱、そして元第57代世界タッグ王者あけぼのです。その巨体が仙台サンプラザホールに現れました。力強さを見せ、その力が励みとなることでありましょう。その巨体を揺らしながら入ってまいりました。203センチ、210キロ、力を見せ、力を与える。トップロープをひとまたに、さあその力を見せることが横綱の使命。大地を沈める土俵入り、あけぼのです。赤コーナーの入場が続きます。この第5試合の中心はおそらくこの男になるでしょう。現在進行形のプロレス界の勢力図、各方面で構想を繰り広げる男、新日本プロレスの永田裕二健三。あの日自分たちはプロレスを続けてもいいものか、正直戸惑った時期もあったそうです。しかしこの永田が下した決断が、自分たちは戦い続けることだ。それが自ら導き出した答えでした。白い目、青い魂、永田裕二。でもあり父親でもある佐々木健介、東北で困っている子どもたち、恐怖や不安に怯える子どもたちを放ってはおけませんでした。自ら手を挙げ、足を運び、被災された現地に入り、炊き出しをはじめ、さまざまな支援活動を行いました。大歓声が迎えます。佐々木健介、迎えた 2.19 仙台大会、仙台のファン、宮城のファンはこの男を待っていました。第5試合8人タッグ赤コーナー、最後の入場は佐々木健介、ダイヤモンドリング。さあその右腕、健介のパワーで前進させる。東北の子どもたちに夢を、佐々木健介。高山義弘、太一、河野正幸、
4500人、超満員、札止めとなりました。さあまず最初に入ってきた鈴木みのる、そして河野雅之、鈴木軍が揃っています。ああ、河野も鈴木軍の T シャツだ。あの日この鈴木みのるは全日本のツアーの最中、この仙台から石巻への途中、あの大きな夢に遭いました。それから鈴木みのるは自らが主催したチャリティー大会を現地でも、そして東京でも開催してきました。力を与えたい、その思いは人一倍のものがあります。さあ鈴木、高山、太一、河野、全てを超え、団体の垣根を超え、今日見せてくれるプロレスの力を。復興の追い風になる鈴木みのる、高山義弘、太一、河野雅之、揃いました。 Tシャツを着ている一夜限りの鈴木軍入りか。河野雅之、怪我はしたくない、空気のように逃げる太一、プロレスのパワーを見せる。俺を見ろ、プロレスを見ろ、鈴木みのる。45分の一本勝負、もう一回一つになろうぜ。オールトゥギャザー 2.19 仙台大会第5試合、楽しみな8人タッグであります。まず赤コーナー、あけぼの永田、さらには健介が下がり、丸藤先発、そして青コーナーはまだ4人がいる。おお、太一が先発の模様だ。ミノルと高山と河野を下げようとしている。さあ太一先発、ああ突き飛ばされてミノルだ。俺が行く、その気持ちが前に出た。丸藤直道と鈴木みのるでゴングを聞きました。 2.19 オールトゥギャザー仙台大会の第5試合です。組み合うか、手を出す、タックルをお互い切り合った、腕を取ってその間を取りました。常に相手の動きがよく知った者同士のこの丸藤と鈴木みのるであります。丸藤は前回の 8.27 東京で行われた第1回のオールトゥギャザーは頸椎の負傷で欠場期間中、その大会に出場することはできませんでした。試合前の挨拶でノア代表としてそのリングには上がりましたが試合は行えなかった。迎えた第2回 2.19、 思いの込められた仙台大会です。さあ一方サイドのヘッドロックに捉えました鈴木みのる、プロレスの力を見せる。プロレスが俺たちの仕事なんだ、使命なんだ、続けることに意味があるんだ、戦うべきなんだ。あの日以来常に口にしてきたこの鈴木みのるです。さあ鈴木みのるから大ブーイングの中入ってまいりました太一です。さあこの太一は試合前話していたんですが、健介に変わってくるのを見て、おっと誰もタッチをしてくれません、孤立してしまいました道の駅一人旅。さあこちら仁王立ちの佐々木健介であります。健介オフィス改めダイヤモンドリング、その佐々木健介、太一がやはり透かしますね。正面からは向き合うことはなかなかできないんでありましょうか。空気のように逃げたい、怪我はしたくないと話していた太一、恐る恐るそのロープの一番遠いところ、なるべく距離を取って詰めることはしません。そうするとこの男が近づいてくるか、にじり寄ってくるか。大ブーイング、今日はこの 2.19 仙台大会第1試合前の試合のカードの発表から盛り上がっていたんですが、初めて大きなブーイングに包まれてしまいました。世界一小ずるい男とも言われている太一、さあようやくエンジンがかかったかどうか。この健介とは太一は対戦するのは6、7年ぶりだと先ほど直前に話していましたが、その時はまだ自分が若手でボコボコにされてしまった、その思い出しかない、今回は逆にやり返しますと不敵な笑みを浮かべていましたが、どうでしょうか、ここまでまだコンタクトはありません。さあ手を上げて、あーっと奇襲に出ました、奇襲に出て、しかしその張り手を胸の正面で受けている、頭をかいている、この余裕、すでにパワーダウン、パワーダウン、ならばと勢いを増してパワースラム、まるで大人と子供であります。さ
に、あ、倍返しが来た。倍返しに2倍3倍返しが来ました。赤コーナーに、あー、そう、これはきつい。逃げ場のないところでケンスケの逆筋へチョップを受けました。あー、ここでケンスケからあけぼのに、あー、逃げてきました。会場あけぼのコール。さあ、そしてあけぼのの前に高山だ。見応えがある。さあ、両院が組み合った。あ、ここは横綱が押していく。切り替えた。お、突き飛ばす。このナチュラルのパワー。さあ、高山がロープに飛んで正面から受ける。帝王対横綱。あ、ショルダータックル、ゲルボー。この破壊力。お、さらに追う構えを見せましたが、お、もしかしたら明け物が今のタイミング機会あればと狙っていたのかもしれません。さあ、飛ぶか飛ぶか。あ、高山は本部席を越えてエスケープです。いやー、もしかしたらまだ狙っている目なのかもしれません。明け物ようやく戻っている帝王高山です。この高山もミノルが主催したチャリティーの大会、気仙沼、それから新宿でも行われましたが、その大会にも出場しました。さあ、一転してここは永田と、あー、河野、また始まった遺恨のある2人同士、エルボーの打ち合い。さあ、懸念の中、遺恨がこの肘に乗り移っています。この河野と永田の構想、先日の全日本 2.11 大阪大会でも両者リングアウトの連続の後、無効試合、まだ決着がついていません。今日迎えたこの 2.19 復興がテーマのオールトゥギャザー、仙台大会でも赤青分かれまして激しい打撃戦が繰り広げられています。エルボー、エルボーの連打から、あー、ジンピグニー、この掛け声。5分経過、第5試合8人タッグ45分の一本勝負、5分が経過しました。喉を掴んで高さを生かしたいところ、エクスプローラーの構え、ローキック、鋭い蹴りが入っている。ブロックした正面から、先の先を読んでいたのは永田裕二。正面からの蹴り。さあ、そこで、あ、永田から丸藤に、先発の丸藤が入ってまいりました。丸藤対河野、あー、太一が椅子を持っている。危ない、おーっと、自らに当たったか。さあ、素早い動き、後ろからミノルがいた。鈴木ミノルがスリーパーに捉えて、河野がいい動きを見せています。その丸藤を捉えた鈴木ミノルが赤、青コーナー下、青コーナー下、そこに帝王高山だ。ビッグブーツが待っていた。フラフラの丸藤直道、あ、正面からの蹴り、鈴木軍に捕まっています。あちこちで激しい音がしています。仙台サンプラザ、こちら捉えているのは場内戦、鈴木軍のと丸藤直道、あ、鉄柱へ、青コーナーの鉄柱、痛めつけるだけ痛めつけて戻されました。丸藤コーナーがカバーしていく。覆いかぶさるように192センチ108キロの巨体浴びせていきました河野正行。全日本入場の時に鈴木みのるのその鈴木君の T シャツを着ていました。元はといえばこの河野はスタックオブアームス、まあ、リーダーは船木正勝でありますが、そこのユニットに所属している河野が今日ばかりという一夜限定なんでしょうか、鈴木君の T シャツとともに入ってまいりました。さあ、サーフボードストレッチに捉えている鈴木みのる、あけぼのも入る構え、健介もいます。豪華な顔ぶれとなりました。複雑にストレッチを入れています。あ、敵のコーナーをこのように警戒しながら威嚇しながら締め続けている鈴木みのるです。この鈴木みのるは震災直後からそのプロレスを通じて励ましたい、その力を見せたい、そんな思いを高ぶらせていました。8月25日には気仙沼でもチャリティー大会を行っています。さあ、太一にスイッチしています。新日本の太一、喉でしょうか、掴んでいます。少し胸のあたり赤くなってきたか。あ、レフリーを今ブラインド、あ、作り上げ
めて急所への攻撃、やはりずるいずるい、カバーしたがレフリーが、レフリーレフリー後ろという声、青コーナー3人、おっとまだ気づいていない、お突き飛ばした、突き飛ばしたが中で自業自得というところが、カバーはしていたようにも見えましたけれども、カウントは入りませんでした。高山が手を挙げました。ハイタッチ、太一から高山へ。この太一は鈴木みのる、高山義弘とタッグを組んでいますね。鈴木軍、そして河野、河野はみのる高山とは組むのは初めてです。全ての垣根を越えた三大大会、高さがある、今のも高さがある、すかさずカバーまで持ってくる。仙台サンプラザだからこそできるような天井の高さ、その空間を目いっぱい使っている高山義弘。マルジがロープに飛んで加速していく、足を捉えたかのリップ、その場飛び、ここで健介入ってきた、佐々木健介対高山義弘、さあ肉弾戦だ、太い腕で逆水平2発、ミスマスター正面から落としていきました。そのカイナジからラリアットを前後から入れて膝逆一本巻き込んでいった、高山の125キロの巨体をそのまま捉えてきました。ストラングルホールドに捉えました。そこにあった鈴木みのるが入ってきた、張り手、佐々木健介対鈴木みのる、カットに入った形ではありますが、あー、そのミノルを追っていく、再び炎、火がついたか、あー、こちら不敵な笑みの鈴木ミノル、今日この仙台でプロレスができることを人一倍強い思いで迎えているはずです。蹴り合いになった、ラリアット、一本に方向対したか、いや勢いを増したビッグブーツ、ハイキック、あー、正面から正面から真正面から膝、10分経過、ここで高山から河野に、さあ河野が入ってきた、あー正面からジャンピングに、さあそしてまたこの遺恨のある2人同士、河野と永田、ハイキックはかいくぐって円錐捉えました、円錐切り、さあ永田がチャンスか、足に込んだところカウンターです。正面からのエルボー、喉を掴んで直サム、高々と上げて落としていきました、豪快に投げ捨てた河野正行、膝正面から顎を的確に狙っています。永田を捉えてニュートラルコーナーが近いところ、さあニードロップがあるぞ、落ちてくるか、張り手、ここは永田が切り替えて、さあ距離を取った、左のミドル、この2人 3.4 でまた再戦が組まれていますけれども、今日この復興をその支援をテーマとしたチャリティープロレス大会、しかしその2人にはもう関係ありません、もうこの2人を止められない、顎に肘、張り手、ふらついた、コーナーが行く、つま先が刺さった、おー、ふらついた、ふらついた、ブレンバスター、おー垂直気味に落としていきました、永田裕二、太一が直下に入っています。会場永田コールですが、その永田はあけぼのに託しました。このあけぼのもあの震災以来自ら被災地に入りまして、自分でそのステーキの肉を焼いて提供するという、そういった支援を行っています。あ、しかしここは うまく河野が避けました。さあ動きがありました、鈴木軍動きがありました、ここで分断して、お、太一がアックスボンバー、あけぼのに行った、そして高山がアシストして、張り手、ミノル張り手、河野エルボー、そして腕をぐるぐる回した高山が行った、4連発、このあけぼのをダブルで行く、ダブルで行く、210キロ投げました、正面から蹴り、おいしいところを持っていく太一、しかしカットに入りました。いい連携が見られた青コーナー、鈴木君、鈴木、高山、太一、河野、永田を落としたミノル、そして構えているのは高山です。左右の張り手はミノル、バックに回ったスリーパー、おぶさった状態で高さがあるかどうか、
太一はレフリーを止めている。ジャンピングに入った、正面から入った。高山が来る。ロープのハンダを使って膝崩れ落ちた。あけぼのの巨体が前から倒れていきました。占拠している鈴木軍。オールトゥギャザー、団体の垣根を越えたこのマットを今鈴木軍が占拠しています。おあけぼのに対して太一が素敵な笑みを浮かべました。さあ自分で取るか。お、なんと禁断の掟破り。あ、返り討ち。四股まで踏んだが、これは強烈な先生。おー、知らない丸藤、知らない。エクスロイダー永田、そしてロープに飛ばした健介、ラリアット首命中。そしてここをかきました。太一がいい動きを見せた。あまりにも衝撃力、危ない。そのまま潰れたか。あっという間の出来事でありました。ガッツポーズ、あけぼの。横綱が沈めました。太一動けません。怪我はしたくないと言っていましたが、今の破壊力大丈夫か。胸の当たりを抑えているが勝ち名乗り。佐々木健介、永田裕二、あけぼの、丸藤直道、赤コーナーに外貨が上がりました。素早い動きと連携、そして重みのある攻撃、全てがいい流れで伝わりました。13分58秒、あけぼのが太一からスリーカウント。見事な連携が見られました。レスを見せる、そのことによって励みになってくれればいい。今日参加している50人の選手が全て同じことを考えています。この第5試合45分の一本勝負、最後はあけぼの、太一からスリーカウント。さあそしてこの赤コーナー、健闘をたたえ合う4者、仙台サンプラザホール休憩明け、第5試合終了いたしました。210キロそのあけぼののパワーの前に太一がスリーカウント奪われました。鈴木君が敗れています。そして今日午前中から早くも列ができていたこの仙台サンプラザホール、そのファンに向けて手を伸ばし、あそしてガッツポーズのあけぼの、永田敬礼、頭を下げた丸藤、力を見せました佐々木健介です。